梅ちゃん、こんちゃー。梅ちゃん聞いてください。先日孫さんの配信で、孫さんがモケに嫌われてるのではないかという話題になりました。その中で孫さんが、あいつ俺のことだるいおっさんみたいな感じに思ってんじゃねえかなみたいなことを言っていて、心が痛みました。孫さんは本当にだるいおっさんなのでしょうかえー、っと、モケさんはそんな嫌ってないと思いますよ。モケさんは。パソコンの背景がずっとビートルズだけど、やっぱり先なんです。 えやっぱり先なんですかどういうことあそこの配下はずっとビートルズだけど、やっぱり先なんですか全く意味わかんないのこれ。これ何これあ、好きか。好きなんですか好きなら好きな曲なんですかえっと、特別好きじゃないっす。あなんか、なんで、あ、こそこにビートルズあるのか実はわかってないです。アメチャンスし、はい。 格芸が好きになって1年くらいの新参者なのですが、以前梅原さんが孫ワクチンを何回も打ったと言って飲みたことがあります。<laughs> 一体何があったのですか調べてもわかりません。気になってしょうがないので教えていただきたい。<laughs> あの、だからその、孫さんはその感情でこう、その相手の、相手がどう受け取るかっていうことを考えずに、こう思ったことばって言っちゃうことがあるんですよ。言っちゃったりやっちゃったりするんですよ。うん。なんで、それは、まあ人、慣れてないとちょっと、 怖かったり、ショックだったり、まあ、場合によっては、ムッとしたりってことがあるんですけど、まあ、自分は何回もそれやられてるんで、もう全然平気ですよっていう話です。はい。ちゃんと終わってるエピソード何かあるです <laughs> 孫す、孫、孫が好きな人が多いね。えっと、終わってるエピソードっすかえっと、何すかね。終わってる。 <laughs> 終わってる。言える範囲で終わってる話よね。あの。いや、ちょっと待って。長いとあれだな。長いとでっぽくなくなっちゃうな。短いので終わってる話。なんだろう。 ごめんなさい。ちょっと言える、言えるやつがないです。すいません。えー、いつも廃止、たまごさんの好きなところを一つ押してください。えー、明るい。っていうか、その、なんでしょう。人とすぐ仲良くなれる。